どうもこんにちは。作業療法士の荻野です。今日は高齢者の方に向けて体の不調を的確に解消できるストレッチの選び方というのをご紹介していきたいと思います。体の不調というとですね、例えば朝からだるくて活動するのが億劫って感じたりとか、体が硬いと硬さを感じたりとか、ああ疲れて疲れが取れないというふうにですね、様々な体の不調を感じている方いらっしゃると思います。そしてこれらの不調を解消するためにストレッチをね行っている方もたくさんいると思います。まあ、まさにね、体の硬さを解消したくてストレッチを選ぶ、そういった方本当にたくさんいるんですね。しかしストレッチというのはですね、本当にもうたくさんの種類があってですね、それぞれ効果が違うので、自分の不調に合ったストレッチをちゃんと選んでないと、まあ無駄ではないですけど、なかなか思った効果が得られなくて、なんか全然疲れが取れないとか、体の硬さが抜けないとかですね、そういうふうにですね、効果が本当に半減してしまうんですね。なので今日は、まあ大きく分けてですね、動的ストレッチ、まあダイナミックストレッチとも言います。そして静的ストレッチ、スタティックストレッチ、これらのストレッチについてご紹介させていただくのと、どういった効果があって、どういったお悩みの方にはおすすめなのか、そこまで詳しくお話ししていきますので、ぜひご視聴よろしくお願いいたします。このチャンネルではシニアの方がいつまでも健康であり続ける情報をどんどん紹介しておりますので、ご興味ある方はチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、それではですね、このストレッチについてどんな方法があるのか、一緒に学んでみましょう。さあ、それではですね、ストレッチについてご紹介していきたいと思います。まず最初に申し上げたように、ダイナミックストレッチ、動的ストレッチというものと、スタティックストレッチ、静的ストレッチ、こちらについて、違いであったり、効果であったり、ご紹介していきたいと思います。本当はもっともっといっぱいあるんですけど、一番メジャーなところなので、この2つを今日はご紹介していきたいと思います。まず、ダイナミックストレッチ、動的ストレッチというのは、まあ、いわゆるですね、反動をつけて、例えば、こうやって、1、2、3、4というふうにですね、反動をつけてですね、そして関節を大きく動かして、筋肉を伸び縮みさせて、ストレッチを行う方法になります。一番有名どころとしては、ラジオ体操とかがですね、このダイナミックストレッチ、もしくはバリスティックストレッチとも言うんですけど、こういった部類に入ります。で、このダイナミックストレッチというのはですね、どういう効果があるかというと、大きく体を動かして、そして筋肉をしなやかにしていきますので、体のパフォーマンス、動きをですね、向上させる効果があると言われております。例えば体を動かすのがもう億劫だという方であったり、散歩に行ったとしてもすぐ疲れてしまうような方はですね、このダイナミックストレッチを行うことで、体の調子を上げる、体のパフォーマンスを上げることができるので、なのでこのダイナミックストレッチというのは、何かそういう活動とか行動する前に行うとですね、体のパフォーマンスが上がって、いい状態でその活動を行うことができる。体がいい状態で、例えばスポーツを行うことができるとか、そういうふうにですね、何かする前に行うのが一番いいとされております。そしてですね、体を大きくこうね、動かしますので、ね、反復して動かしますので、血流も上がってくれるんですね。なので、体が冷えちゃうとか、そういった血流不足の人にもとってもおすすめになります。さあ、そしてですね、もう一つのスタティックストレッチ、静的ストレッチ。こちらはですね、どんなストレッチかというと、いわゆるですね、こういう風にキープするような、例えば20秒、30秒、ずーっとですね、筋肉を伸ばし続けるような、こういう反動をつけないようなストレッチ。これが、スタティックストレッチになります。こちらに関してはですね、こう縮こまった筋肉をじわじわじわーっと伸ばす効果があるので、こちらはですね、体の硬さを取ってくれたりとか、あとはですね、クールダウンとかにですね、とてもおすすめなので、疲れを取る効果があります。他にもですね、こう、副交感神経というものが働きやすくなるので、なんか寝れないとかね、こう、眠る前ですね、そういった時にも、こういった、スタティックストレッチがおすすめになります。これは何か活動した後とか、まあ、スポーツした後とか、そういったですね、クールダウンの代わりにやると、とってもいいんですね。
なので、こう一日でこう動き回って、ああ、すごい疲れちゃったなと、疲労が残った場合ですね、そのまま疲れたからといって寝てしまうと次の日になんかすごい筋肉痛になって、で、朝から活動するのが億劫になっちゃうなんてことすごいあるので、こういった場合はですね、活動した後、ね、家に帰ってきたら、しっかりと、静的ストレッチ、スタティックストレッチを行って、疲労回復を図る。これがですね、効率のいい方法になります。さあ、ここまででですね、動的ストレッチ、そして静的ストレッチお話ししましたけど、とってももったいないパターンというのもご紹介していきますね。これ本当によくあるんですけど、私はちゃんと毎日ですね、ラジオ体操やってますっていう方いらっしゃいます。けど、先ほど申し上げたように、ラジオ体操っていうのは、ダイナミックストレッチ、動的ストレッチなので、パフォーマンスをね、こう上げてくれたり、血流を上げてくれる、体を動きやすい状態にしてくれる運動方法なので、ラジオ体操をして、その後、お家でじーっとしてたら、これすごいもったいないんですね。せっかく動きやすい状態なのに動かないっていうのはね。なので、こういった方はですね、せっかく、このラジオ体操、動的ストレッチをやってるのに、結果がですね、出ることがなかなかないんですね。このパターンはすごくもったいない。さあ、そして静的ストレッチ、スタティックストレッチのもったいないパターンですね。こちらに関してはですね、関節がね、こう硬くて痛くなっちゃったから、しっかりと静的ストレッチをやるというのも、これはですね、間違ってはいないんですけど、とてももったいないと。まあ、どういうことかというと、関節の痛さがもちろんね、筋肉の硬さから来てればいいんですけど、関節というのはですね、こう大きく動かす、いわゆる可動域目いっぱい動かしてあげればあげるほど、関節の中にですね、まあ、ヒアルロン酸とか、まあ、いわゆる活液というね、関節に栄養を届ける、液体がこう染み出て満たされてくるので、こういった関節が痛い方、関節を良くしたい方というのは、ダイナミックストレッチのような大きくですね、関節を動かして、体操する方法の方が、関節をしっかりと栄養いっぱいにしてくれるので、とても効果的なんですね。先ほど申し上げたように、こうやって10秒間、20秒間キープして全然関節を動かさない体操方法なので、やっぱりこういった関節を治したいのにスタティックストレッチを選んでしまっている方は、本当にもったいないということでですね、ぜひですね、自分の体の不調がどういうもので、それを解決するために何を選択したらいいか、これ本当に知っておくとですね、自分の思ったような効果が得ることができますので、ぜひ皆さんのお悩み、改めてですね、どんなお悩みなのか、そしてそれは、ダイナミックストレッチのように最初にやった方がいい、何か活動する前にやった方がいい、体操なのか、それとも静的ストレッチ、スタティックストレッチのように何かした後の疲労回復のためにやった方がいいのか、こちらですね、しっかりと選んでいただきたいと思います。僕の過去の動画ではですね、フラミンゴオリジナルの、動的ストレッチラジオ体操を紹介していたりとか、体全身をほぐせるようなですね、スタティックストレッチ、静的ストレッチをまとめた動画とかもありますので、もしよかったらですね、ご自身に合う方を選択して、こちらの動画も参考にしていただけたらと思います。この動画の最後でクリックできるようになっておりますので、ぜひ選んでみてください。はい、今日はですね、こういったストレッチの種類について、そして使い分けについてお話をさせていただきました。皆様がより効果的に健康を維持できるようにですね、これからもどんどん情報を発信していきたいと思いますので、ぜひまた次回も楽しみにしていてくださいね。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。